見せて。上野、それ何？貸して。うわ、何これ、きったねさんの補聴器がこの5ヶ月で8個も紛失、学校でいじめられているのではないか。石田、はい、お前だろ。はい、上野を隣で見ててどうだった？ちょっとからかってた的なことはあったか。え、島田はもう一度あれだけとは言ったんですね。やってたりな、女子なんてすげえ悪口言ってたでしょ。ねえ、あれ、この幸せ強く確かめたくて、あなたの声すぐ石田翔也ってやつに近づかない方がいいぜ。あいつ一路勇气的